ある日マサオくんは幼稚園にタケノコが生えているのを見つけました。マサオくんはそのタケノコに愛着を持ち、タケちゃんと名付けます。マサオくんらしく何のひねりもないですな、としんのすけは呆れました。タケちゃんは成長するとどうなるの？タケノコはタケになる。そうです、タケノコは成長するとタケになってしまい食べられません。園児たちが帰り、先生たちはタケノコを見て話します。邪魔ね、掘っちゃダメなの？マサオくんがとっても大事にしているのよね。先生たちは竹になる前に掘りたいのですが、マサオくんの気持ちもあるので掘るのはやめました。それにもう大きくなりすぎていて、たとえ食べても美味しくないのです。次の日、マサオくんが幼稚園に来るとタケちゃんはいませんでした。誰かが掘ってしまったのです。そんな落ち込むマサオくんでしたが、タケちゃんは違う場所へ植え替えられていただけて一安心。マサオくんが柵を作ろうとして物置まで行くと、そこには大きなタケノコがいたのです。そのタケノコの正体は吉永先生でした。なんと巨大化したタケちゃんが先生たちをタケノコ人間にしてしまったのです。そしてタケちゃんはしんのすけたちも襲い始めました。それを見てマサオくんは泣きながら訴えます。タケちゃん、もうやめて。タケちゃん、僕のこと忘れちゃったの？思い出してよ、僕と過ごした楽しかった時間を。タケちゃんはマサオくんの言葉を聞いて人を襲うのをやめました。タケちゃんはただみんなに食べて欲しかっただけなのです。しんのすけたちはタケちゃんを穂先タケノコとして美味しく食べました。タケちゃん美味しいね、また生えてくるといいね。そうだね、でもこれが最後の一本でしょ、またポコッと出てきたりして。そんな不安はマサオくんの後ろで現実になりそうです。